テクノはかつて存在したイタリアの F1 コンストラクター。テクノの F3 マシンテクノはペデルザーニ兄弟によって油圧ポンプのメーカーとして設立された。1961年、ボローニャにテクノカートというゴーカートの製造工場を設立し、モータースポーツに参入した。グイド・サーラとスザンナ・ラガネッリは百六十四年から百六十六年まで三年連続で、 世界カート選手権に優勝した。テクノは1966年に最初の F3 マシンを製造し、主にイタリア選手権でのレースに参戦した。その後、アルゼンチンのテンポラダにジェイキ、カルルファセット、および彼の妹のロザレダファセットの手によってで3度参戦した。テクノのマシンは非常に高度なコックピットを特徴とする形状であった。この形状は後に F1 で、 カウゼンとリジェによって採用された。1967年のシーズン半ば、テクノはクレイ・レガツオにを起用、F3 にデビューさせた。F2 マシン、T701968 年、テクノとクレイ・レガツオには F2 に参戦した。F1 と F2 の混走で行われた1969年のドイツ GP に、フランソア・セベールがテクノ製の F2 マシンで出走。 1970年にレガツオニがヨーロッパフォーミューラに選手権でタイトルを獲得して以来チームは急速に進歩した。1971年エルフがサポートするフランス人ドライバーがチームのバックボーンを形成した。フランソはセベール、パトリック・デパイユ、ジャンピエール・ジャブイユ、フランソはミゴールがイタリア人のカルロ・ファセットと何にギャリ スイス人のシルビオ・モーザーとクレイ・レガツオニをサポートした。セベールは、ロニー・ピーターソンとタイトルを争ったが、多くのエンジン故障により、タイトルを獲得することはできなかった。1972年、テクノが正式に、フォーミュラ2を離れて、フォーミュラ1に切り替えたとき、ペデルザー2兄弟は独自の F2 マシン、TBH2 を制作していた、ニュージーランド人のアラン・マッコールにアプローチした。 1972年型 PA123F1 参戦を目指し、1971年初めから水平対抗12気筒エンジンの開発をスタート。翌1972年に交換スペースフレームを使用した PA123 を製作して F1 参戦を開始した。スポンサーに手造メーカーのマルティーニエロッシがつき、マルティーニレーシングチームとしてエントリー。 チームマネージャーは、バンボールや JW オートモーティブでマネージャーを務めたデビッド・ヨークが担当。ベルギー GP でデビューし、何にギャリとデレック・ベルがドライブしたが、一度も完走できずに終わった。1973年はドライバーがギャリ、ベルの二人からクリス・エーモンへと変更。マシンはアラン・マッコールが回収した PA123 バイトを登場させたが、マッコールは、 ペデルザーニと対立してチームを離脱した。一方で前年の成績に不満を持ったマルティーニの移行によりゴードン・ファウエルが設計、イギリスのジョン・トンプソンに依頼して制作された E731 も登場する事態となった。1973年最初のレースとなったベルディ GP では PA123 に乗ったエーモンが6位に入賞したが以降出走した参戦すべて リタイアとなった。もう一台の E731 は、イギリス GP の予選に登場したのみで、決勝に出走することはなかった。オーストリア GP を最後に、A モンが離脱したことにより、F1 での活動を停止した。ありがとうございます。